どうもライタです、ライタの今後の活動方針についてお話しいたします。この動画での、カラオケ動画の投稿については以前の動画の通り、終了という形になります。今後はですね、ライタのアニソン研究所というあのサブチャンネルの方で、引き続き動画の投稿を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。今後の動画の投稿内容についてはまたサブチャンネルの方でお話しいたしますので、ぜひチャンネル登録の方お願いいたします。またですね、あさって2月23日に私ライタ主催のライブイベントを開催いたします。そちらのライブイベントはまたサブチャンネルの方でライブ配信を行いますので、ぜひあさってご覧ください。今後ともライタをよろしくお願いいたします。